is Nyanko Channel. I'm here with a new game, and I'm going to give it a try. Enjoy!私はアルトゥ。神域に挑む騎士様のお手伝いをさせていただきます。神域をかける騎士様はどのようなお姿なのでしょう。戦いを生き抜くための武器は敵が落としたものを拾ったり集めた素材から作成することができます。さらに武器は成長させることも。そして騎士様自身にも成長していただく必要があります。さまざまなスキルを習得、強化することで自分だけの戦い方を見つけてください。その他にも多彩なキャラクターたちを巡る物語、強力な敵との戦い、アイテム作成、釣り、栽培、料理などなど、やるべきことはいっぱいあります。しっかりと準備をして神域へ挑み、神を倒しましょう。ロストエピックアーリーアクセスは2021年夏開始予定。キッサマ、ウィッシュリスト追加忘れちゃ嫌ですよ。聞こえますか？聞こえていますか？ようこそ参られました、若き騎士様。私はセシリア、騎士様を神域へ導く者。本当によく参られました。さあ、もっと顔をよく見せて。あなたのことを教えて。優しく、温かく、力強い姿、はあ、私たち人は
新しき神々と臣民に多くを奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため騎士に選ばれたあなたは神域へ赴き、神々を倒さねばなりません。でもいかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神に挑むのは無謀と言えます。神域は人の住めぬ地、あなたを導くものはありません。まずは思うがままに探索し、鍛錬を積むのが良いでしょう。神域でもし特別な力を秘めたアニマを手に入れることがあればお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。神殺しの技、真偽があるとはいえ、過信せずできる限りの準備を心がけるのですよ。騎士だけが私たちの人の最後の希望。持てる力、持てる技、持てる可能性のすべてを注ぎ、高き神を打ち滅ぼすことを願います。さあお行きなさい。あなたのなすべきことをなすために、まずはこの森を抜け神域を目指すのです。特殊なアニマを手に入れたらお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。特殊なアニマを手に入れたらお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。古の時代、地上を焼き尽くす大いなる戦いの後、古き神はこの地を去り、新しき神々が降臨した。受胎する豊穣、ピオジリア、落雷の水場、ニオバニス、庇護する城郭、ランドルート、クルム、アンカーバイ、救済者、エフーフパールーノ、教会の森、ノーザース。新しい神々は世界の選別による支配を行った。神々の庇護を受け、全てを持てる者、神民、選ばれし民は神域で長きにわたり幸福を享受していた。一方で神々から切り捨てられ、全てを失った者、先民、捨てられし民は世界から切り離された地で疲弊し、死を待つだけの時を送っていた。しかしその中から神々に挑む者たちが現れた。神々を殺す技、真理、自らを騎士と名乗るその者たちは、この支配からの解放を勝ち取るため神域へ足を踏み入れるのだ。
丈夫ですか？ここはもう神域の中。これから先は倒れても助けるのは難しいです。騎士様、くれぐれもお気をつけくださいね。あ、そういえば自己紹介がまだでした。はじめまして騎士様、私はアルトゥ。セシリア様から騎士様の補佐を言いつかっています。騎士様はこれから神に挑むのですから、いろいろと準備しないといけません。こちらの古き神の像については知っていますか？古き神は、古の時代にこの地を去りましたが、今も私たち先民が信仰している神です。この地上には、古き神のエーテルが残っていて、今も人々に福音を授けてくれています。福音を授かるには、神域内の生物、物質から生み出されるアニマを集める必要があります。そして、集めたアニマを古き神の像に捧げることで、新たな福音を授かることができるのです。その他、物品の補給から武装の作成など、何でもこのアルトゥーにお任せください。あ、でもお代はいただきますよ。仕入れもただじゃありませんからね。世の中世知辛いのです。それでは、何なりと申し付けください。この地の神民は、まるで狩りを楽しむように、そして、競い合うように人を襲っては殺し、それを飾っています。この神域の神、受胎する豊穣、ピオジリアが出産期を迎え、来たるべき時に備えている今、神を支えるため、神民の行動が活発になっているのかもしれません。マテリアライズでは、武装の作成、強化、進化、アイテムの作成ができます。マテリアライズには、素材やアニマが必要ですので、ご注意くださいね。騎士様のサポートが務めとはいえ、私にも生活がありますからね。私のバッグに荷物を預けることができます。あまり使わないものは預けてくださいね。こう見えても荷物の整理は得意なんです。ちゃんと管理しておきますから、ご安心ください。サブクエストはいろんな方からの依頼の一覧です。皆さんお困りのようですし、お礼も用意されていますので、お時間があるときに確認してみてください。
キルリストは神民の討伐要請の一覧です。特別な力を持った神民などが主に対象となっていて、討伐するのは大変かもしれません。でも報酬も用意されていますので、無理はせず挑んでみてくださいね。こんにちは、騎士様。こんにちは。
んにちは、キス。If you enjoyed this, please subscribe to my channel. Thanks, and bye-bye!